画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。今回は、強化されたとどめの一撃使って、チェイス特化マイケルやっていきたいと思います。パーク構成、とどめの一撃、蜘蛛不屈怨霊と。もうかなりね、攻めに攻めた構成ですけども。いたないが。よいしょ。オッケーオッケー。さあ、吸ってくぞ。関門のトレイルもね、まあ強くなったんですけど。まあ、何を隠そう、明日のパークルーレットで反問のテレで出たんで、それはその時と、いうわけで、これ多分土曜日に撮影してると思うんですが、アダム・フランシス、イェイ。もうアダムからは吸えねえな。ちなみにギデオン指定です、もちろん。ニコラスがいねえな。オッケー。まあ別にいいのだよ。よいしょ。これやってね、足が速くなっていくんで。よいしょ。ネアカールソン、ほい、よいしょ。もともとね、マイケルのレベル3って攻撃範囲広いんだけど、それにプラスでとどめの一撃、しかもね、何を隠そう、板まで突っ込んでくるという、もうサバイバーもうどうしろ、中年レベルのね。こんな感じの。そんな感じのね、キラーでございますけども。ガーン。よいしょ。いいですね。楽しいね。永続は。よいしょ。ここも蹴っとこうか。いや、これで反問のトレイルあったら面白かったんだけどな。まあまあまあ、そこまでは望みはませんよ。とどめの一撃使ってたから。よいしょ。いや、上にニコラスいるけど。
ダメか。さあ、来なさい。あ、ニコラス。オッケー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 。いいね、ニコラスめっちゃ見つかってくれる。いや、とどめの一撃あり。お、とどめの一撃あり、クモ三頭くん。音量溜まってる状態が一番強いんだよな。つまり今の私は強い。ここ上空いてたっけ？空いてるやな。まあ2マゾだからな。まあでもここの3で偏らせれば勝ちなんで。ネアが死んだらそこ開けて。ああいいね、たまるね、とどめの一撃。昔はね1頭くんずつしかたまっていかなかったんですが、今2頭くんずつたまります。なんて素晴らしいんでしょう。よいしょ。オッケー。さあどうするかな。よいしょ。マップ指定まではいらんかった気はするな。でクモもね、なんかトークン回復バグってたらしいんですが、ここで切れば僕が溜まると。アダーム。よいしょ。まあまだアダム殺しちゃ面白くねえからな。おお。あ、雲なくなっちゃった。悲しいね。よいしょ。おお、なるほど。シニルまだ釣ってないよな。降りてきてないかな。降りてきてないね。上がれるところが少な。完全回復までいった。起き上が、下だよな。もうこれはアダムっぽいな。痛い、行かないと。ん？あ、フックがこれか。よいしょ。なんでみんな永続マンパンなのに回復までいっちゃうんだろうね。あ、このね、このニコラスは、まあニコラスケージは回復手段がないんじゃないかな。溜めていくぜ。
おお、なんだなんだなんなんになになに。オッケー。なんかプルプルしましたけど。よいしょ。よいしょと。まあ、シェニルの分とアダムの分でいいか。なんか人にお土産買うみたいな感じで言ってますけど。まあまあまあ、雲トークのお土産は。あれ？この人、サンツリじゃなかったっけ？溜まってね。オーケー。無表。よいしょ。ああ、一台ついちゃったが、子供への一撃のトークンがまた溜まっちゃうね。ニコラスよ、君は最後まで生かしといてやろう。さっきので最後だと思ってたからな。爆速。おー、ニコラス。ありがとう、雲の回復。ありがとう。アダムはどこ行ったのかな？最悪ニコラスかシリルのどちらかは解放してやろう。アダムよ、君は今どこで発電機を回しているんだ？おお、アダムじゃないか。まやかしでもよかったかもね。よいしょ。ギデオンって強い窓枠、2窓とここしかないから、基本。よいしょ。まあ、あと、あれか。ジャングルが1個あるわ。通常ジャングル。OK。 さあ、これでクム2トークン保持したままニコラス・ケイジとの対戦だ。最後までクムトークンを試させてくれたニコラス・ケイジ。よいしょ。ああ、なんか使ってる。これなんか地下付近で使ってんじゃないかな。ここでカラス飛んでたんなんだ。起きろよ。起きなよ。起きなよ。起きな。起きなニコラス。絶望のニコラス。あ、こんなところに。惜しかったな。まあ、逃がしたろ。逃げな。いやー、あんましないんですけどね、こういうこと。たっぷり試させてくれやからね。
感謝の気持ちを込めて。というわけで。もう何も怖くないマイケルでした。まあ、マイケルね、レベル3だったら窓越えも早いんで、まあ、前かしは、まあそういう点でもいらないか。まあ、ギディオンしてちょっとやりすぎだったかもしれないね。まあ、その分遊ぶことができたんです。まあ、はい、楽しいです。やっぱ永続ワンパン楽しいな。ビビらすマイケルもいいけど、永続ワンパンもいいよね。ストレスフリーだもんね。溜まったら。というわけで、強くなったとどめの一撃。割とそのワンパン系キラー、他の手段でワンパンできるヒルビリーカニバルとかね、そういったキラーとかとも相性いいだろうし、まあ、なんというか他に攻撃手段があるキラーとかもね、いいかもしれませんね。というわけで、強くなったとどめの一撃マイケルでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。